正義、ビル・ゲイツ愛読書らしいですいかにして戦略で勝つかここがね面白いところなんですよねまだ戦うなってうんです勝てそうでも戦わずして向こうに勝てばいいんだよっていう風に言うんですねだから戦争をする人たちじゃなくてビジネスマンにもむちゃくちゃ応用が効いてる どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム世界史、孫子編 <laughs> 役に立つ。ありがとうございます。さあ、あげました。孫子ですね。まあ今、世界史と言いましたけれども、正直、世界史というか、まあ現代社会と言ってもいいぐらいですね、もう本当にですね、ビジネス書と言ってもいいぐらいのですね、内容なんですよ。え、そうなのと。まず、孫子って何だっけと。 孟子とか孔子とかいろいろあるその諸子百家と言われるねそういうあの中国の思想家の一人なんですがまあ主にはですね戦いに勝つという戦法を説いてる人なんですよねむちゃくちゃ古い人なんですよ春秋時代あの中国史でねあの動画も上げましたけれども春秋時代って殷州春秋戦国っていうね中国の歴史だからも最初の方よ あの、歌にしたんですよ。アルプス一万十でね。それも動画にしてるんですけど。陰衆、春秋、戦国、ね。全漢、新、豪漢、みたいなね。で、その後は三国、新、みたいなね。新多いな、みたいなね。その、三国時代ってもうだいぶ前なんだけども、その三国史のよりも前。その、春秋時代ですよ。ね。だからもう、キングダムが、その春秋、戦国時代ね。まさに描いてる。その、ものすごい戦いの中。 現れれた、た孫武とといいう人が書言われてるんですねどれくらい前かというと紀元前700年ぐらいだからもう2,700年前ぐらい2,700年前に孫武が書いたものがもう春秋時代に書いたその兵法書がねすごすぎるっつってその春秋戦国の戦国時代にはもうスーパースターになったんですよ。すげこの本っつっつてもう、天下に名を轟かせた その上でその後全冠五冠があって三国時代になるわけじゃないですかその三国時代のスーパースター曹操これね劉備玄徳、ねね、孫権がいてる曹操がいるその曹操っていうねもう悪のヒーローみたいなすごい強いっていうね もう、あの劉備がね人徳の人みたいなね「勘をちを頼みますよ」みたいなねそういう状態ですね「あのー、ねあの、諸葛亮戦略はお願いします」「あとは僕人徳」みたいなねそれ劉備と曹操ってもうとにかく強いんですよその曹操っていう戦略の天才がこれはすごすぎるって言って孫子に注釈を加えて読んでいたというだからもうスーパースターが読んでいるスーパースターの本なんですよでその注釈を与えた本がですねその後に ね、そこから三国から瑞隋う後代の唐唐の時代ねものすごい栄えた唐の時代に遣唐使とかね日本に来るわけですよようやくここで来るわけですよだいぶ後にね日本に来るわけですねでその後もですね宋の時代とかもまだその本はですねずーっと残っていて「仏教七書」って言われるねほかにもなんかすごい本新しい本いっぱい出てくるんですよでも、そのののスーパーパセブン中の もうナンンバーワンとしててですね、まだ残ってる。ずーっと残ってるねそしてなんともう明の時代、ね、日本でいうと戦国時代なんですよようやく日本の戦国時代とここら辺に来るわけですねの武田信玄といえばあの風林火山ね有名じゃないですか信玄好きな人も多いと思いますね風林火山あれが孫子に書いてあることなんですよ風林火山って孫子なんですようわースーパースターが使ってきたんですよ で、徳川家康ね。徳川家康はその孫子をその江戸幕府の頃にいろんな武将に配ったらしいんですよこれ読め読め読めってずーっとスーパースターに読まれてるねその後もうじゃあ最近で言うと孫正義ビル・ゲイツ愛読書らしいです孫から孫へという, <laughs> もうとんでもない2700年を経てまた孫にというね とんでもないスーパーソンを作り続けてきているというこのお話なんですね。これがねじゃあまずどういうお話か言った後になんでままた読まれてるのか <noise> ここら辺をね私今省いたんですけれども一時期ね読まれなくなる時期ってあるんですよ。でもまた時を経てリバイバルで今こういう現代の人たちに読まれているそれがなぜなのかっていうのを説明した後にご紹介したいと思います。な 一時期は、滅びかけたという孫子の兵法なんてもういらない古いよ言われてたのにまた読まれてるそしてまたスーパースターを作ってるそれは一体なぜなのか孫子の兵法というのがどういうものかざっくり分かるお話しさせていただきたいと思います実はですね非常に短いんですよおーなんか全部読んでねって言われたら嫌でしょ明日までに全部読んでね嫌ですっていうね <laughs> なんかすごいそのースマホでコミックが読みたいっていうね。<laughs> そういう時にですね、この短いよというのをまず言っておきたい。13章しかないんですよ。で、13章で漢文にして約6 0 0字6 0 0チって言原稿用紙15枚ぐらいですよ。まあでも漢文だからね。<laughs> まあちょっと意味的には長くない日本語にするともうちょいボリュームあるだろうけど、言っても原稿用紙10万15枚ぐらいの漢文で書かれたもの。非常にコンパクトなんですよ。これはね、 他のほら聖書とかさいろんな昔ながらの本にあるようなストーリー調のものじゃないんですよ。もうとにかくこういう時にはこうすべしこういうことはす,するべきではないとねやれやるなっていうのをね完的に書いてあるでそれをですねいかに解釈して自分の中でそれはその通りだって思えるかどうかがポイントなんですね。もう本当にね攻攻略略本本勝利への攻略本がぎっっちり詰まった 本なんですけど、それをうまく使えるやつっていうのはやっぱ頭のいいやつなんですよ。で、頭が良くて実際に勝負をしているやつにはむちゃくちゃ響く。そういう内容になっております。これね、13章がね無駄がないんですよ。ざっくり言いますと、もう何とか編何とか編ってなんですけど、まあ経編ってあれなんですよね。これもね、戦いは開始前が大切だよ。 っってていうことを言ってるんですね。でもねこのね敬で言ってることでもうほぼね全てのなんだろうなイメージと言いますかどういう書なのかっての分かります開始前が大切です戦う前だとでね「平和軌道なり軌道」っていうのはねまあ軌弁とかの「木」なんですよ戦うっていうのはね「もう騎士郎とは正義です」みたいなそういうことじゃないです「平和軌道なり欺くことだ」って言ってるんですよ 騙すことだ欺くことだえっ何卑怯を教えられるのズルのやつ違うんですよズルというよりは非常にインテリジェンスなんです頭を使わなきゃ勝てないぞ戦う前に頭を使えよだから戦争をする人だけじゃなくてビジネスマンにもむちゃくちゃ応用が効いてるだから読まれてるんですよ戦うそれは戦争の時もあるだろうし ね、ビジネスでのライバルいますよね学校での勉強もあるかもしれないその全てね戦いですよ芸能も戦いですよ YouTube も戦いですよねそんな中で中で戦いには頭を使わなきゃいけないんだしかも事前の準備が大事だそういうわけですね一番有名なセリフからね説明しましょうか一番有名なセリフって敵を知り己を知知り、己れば百戦危うからずこれですよね これだけは聞いいたこととあるっていう人多いと思うね,これね原点読んでみると「彼を知り己を知れば百戦危うからず」っていう風に書いてあるんですよ。おーなるほどとこれはどこに書いてあるというかというと3番目のこの暴「暴行」「暴行」というですね章に書いてあるんですね。まず「返し前大切だよ」ってのがあって2番目は「作戦」って言って「お金の使い方大事だよ」って結構ねここに書いてあってで3番目に「戦うよりも作戦なんだよ」書いてあるんですね。 そこの中の一つに書いてあるどういう意味かと言いますと敵がどういう状況かをしっかり知って自分のことを知ると戦いは勝てるようになるでもね、ここが面白いのがこれね、ざっくり理解してる人多いんですけど敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言ってるんですよね勝てるとは言ってないんですよここがポイントなの危うからず、負けないよ実はね、この孫子っていうのは 負けないことがいかに大事で勝つことを急いだらいかに危ないかっていうことをずっと説いてるんですよ負けないとは一体どういうことなのかねでこれね彼を知り己を知る相手を知ってて自分を知ってる人はどっちが強いかなどうやれば勝てるかな考えれるから負けづらいでも自分のことしか知らない人の方が多いでしょ向こうのことよく知らないにもかかわらず喧嘩を打ったらそれは五分五分だとだって自分が 強いっってて自信持るるから喧嘩売るわけでしょ俺はいけるよでも相手がどれぐらい強いか分かんない時は自分より強いかもしんないし弱いかもしんないからゴブゴブでしょ自分の強さも全く分からない状態で訳の分からない相手ととりあえず戦ってみようかみたいなね。だからさ初めてやるゲームでさネット対戦するようなもんそういうさこのゲームどれぐらい自分が向いてるか強いかも分かんないけどとりあえずやってみっかーとか言って相手はチャレンジャーかむ」みたいになったらそれじゃあもう。 大概が負けますよ、というふうに言われてるわけですよまあ、大概ね、そういうネットチャレンジャーみたいなの強いわけじゃないですか自分は初心者だから、分かってないけどそういう、分かってなくてやるとほぼ負けます自分だけ分かってると、五分五分です両方分かってたら、負けづらいそういうふうに言ってるんですね負けづらい、なるほどなぁ、ねその上で、これ、孫子の兵法と言いながらへぇーって思うのがいかに戦わないかを書いてあるんですよ いいかに戦か,ないか、になこれね「小敵の剣なるは大敵の虜りこ」っていう言葉があるんですけど弱いやつが異個人になって戦いを挑んだら必ず強い敵には負けますねっなのでなるべく強い相手だなと思ったら絶対戦わないでくださいここういういとてんだよ。強い相手でもハートがあれば必ず勝てるみたいなね魂で攻めろみたいなそういうことじゃない。 少年漫画的なそういうですねこう熱血のこう精神論は一切ないむっちゃ冷静向こうの方がちょっとでも強かったら引けっていうね <laughs> 向こうが超強いんだったら絶対引け関わるなってこと書いてあるわけなんですよねその上でじゃあどのようにして戦うかあ勝てそうだな調べました自分のことも分かりましたライバルはこういうところが強いんだ俺はこういうところが強みだなでも 今状況的に俺もちょっと勝てる可能性あるなと思ったらどう戦うかこれ3番目ねどう戦うかまだ戦わせてくんないの戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなりっていうんですよまだ戦うなって言うんですよ勝てそうでも戦わずして向こうに勝てばいいんだよっていうふうに言うんですねものぞ調略調査からの調略ね最善の手は 喧嘩しないこと、ね、向こうが例えば何かを持っててそれが欲しいんだったら喧嘩して取るんじゃなくて何とかして向こうがこっちにそれを譲るように持っていくとかそういうこと書いてあるわけですよ。はあしかもねこの「形」っていうねフフォォーーム、フォームですよどういうフォームかっていうね相手を潰すじゃないですよ。守りを固めて「待つ」っていうんですよ。 いざ戦うにしても、守りを固まつどういうことか勝つべきは敵にあり。ね勝てるかどうかは自分次第ではないって言うんですって面白いんですよ自分を知り敵を知るでしょその上でやる前にやらなくて勝てないかなをやるわけでしょもう全然ストリートファイター始まりませんよ <laughs> <laughs> リサーチが始まるからねネット対戦の前にねあのこの,この人強いこの人ランキング全部見てね この人が来たたら、はい、い外れますみたいなねネット対戦全然始まんないのずーっとランキング向いて「あっ来た!」「強いじゃあやめまーす」ね。いや上で「戦い始まる!」ってなったら「戦わずしてハロー」ってね「ハロー」って言って <laughs> この戦いちょっとあの譲っていただいてみたいな感じをやった上でさらにね戦いが始まる時もですね勝つべきは敵にあるだから自分は攻められても脅かされない状況を作る。 上で、相手が崩れるのを待ちましょうって言うんですよ例えば、ライバルの芸人さんがいるとしますねものすごい競ってる、人気がどっちが番組やるみたいなね分かんないですよ、そういう状況があったとしてだから、僕の方でさああ,あいつよりも面白いネタをとかじゃないんですよスキャンダルを待つんですよ <laughs> <laughs> すごいでしょすごいでしょわかんないですけどね そういう若いい若 m 1とかでもさなんか決勝でうわとかじゃなくてそうじゃなくてそっちのスキャンダルを待つみたいなねそういう状況もしかしたら何かトラブル起こすかもしれないしでもこれってさ大人にな何となく僕ね子どもの頃「孫子」って聞いた時にうーんそうなんだとは思ったけどやっぱり勝ちきできたいじゃないですかね。 鍛えろ、ね、お前が強くなれば必ず勝てるみたいなねうわーやってもう行ってやれみたいなうわーみたいなそういうことを考えたんですけど大人にななればなるほどね、めちゃくちゃゃく説得力があるんですよ、はあそうだと下手に戦って負けたことがあったりとかねよくよくあいつが目の上のタンコブだってやつが勝手に失脚したりとかそういう経験をですね大人になってしてくるにつれてあれこれむちゃくちゃ現実味あるな。 これ、むちゃくちゃ今俺に役立ちそうだっていうことを大人に教えてくれるんですね。面白いんですよ。ね。これね、私、最初ね、漫画で読もうと思って、こういう漫画読みました。ね。こう、最高の戦略教科書。ね。漫画尊子っていうね。これなんか読みやすそうでしょ読みやすいんですよ。でもこれはね、全部は書いてるわけじゃない。その中からトピックを選んで、その上で現実で言うとこうだよ、みたいな。 非常にサクッと読めたんですね。あ、わかりやすい。じゃあ、硬いのも読めるかなーと思ってね、がっつり硬いの読みました。ソンシ、硬いんすよ。これすごいですよ。ただね、これ読んだけどめっちゃおもろかった。面白いんすよ。あ、なんでかっていうとね、人って自分に関係ない話ってあんまり入ってこないけど、読めば読むほどなんかね、あ、これむちゃくちゃ関係あるわって思ってきちゃうんですよ。 ねえ、いろんな仕事とか勉強とかいろんな悩んでる人います。人間関係悩んでる人います。これもうまさにね、実はね、ビジネスとか勉強とか全部にって言ったらなんでかというと、これ人間関係の本だからなんですよ。人は木とか石,石とかと戦いませんね。人は必ず人と戦うんです。なので、人を熟知してるかどうかで勝負が決まるんです。なので、現代にも通じるんですよ。2700年全員が、 人間関係って大体一緒じゃないですかね。自分の味方がいて、でも味方に裏切られたりね、似たような能力のライバルがいたりね、そういうことが常に続く挫折があって、うまく目標を達成できない時があってそういう時に悩むそれはですね、人の研究なんですよ人間を知り尽くしているこう思うわけですね。ものすごい面白いですね。その上でね、じゃあ他に言うと体制、個人よりチーム代、勢いが大事だよ ここれれね、だからこれもね、ね。も少年漫画と逆なんですよ、ね、たった一人すごい強ければいいんじゃないんですよチームで一気に戦わなきゃいけないよその上で敵を操るんだ。ね、どういうふうに操って戦うかねこの途中のところ行きましょう勝つべきは敵にありって言いましたよね、ま、もうこの待機するっていうねその上でどういうふうにねこう作戦をとって敵を操るか城兵は計りごとを打つ。 次は交わりを打つその次は兵を打つその下は城を攻むどういう意味でしょうかね戦いというと相手の兵士と戦うっていうのがみんなの考えじゃないですかねもう一対一。ライバルはあいつだあいつを倒せそうなるんです違うんですよまず打つべきは計り事。つまり相手が何をしたいかを潰すことだっていうんですよねああなるほどなるほどね向こうが例えば ね、なんか、僕に対してものすごいこう、攻撃的だと何だろうとねあの人は僕に会社を辞めてほしいのかなねそれとも何だお金が欲しいのかないや違う僕と仲良くしてるクラスメートの女の子この女の子と僕が仲良く会話してるのが嫌なんだそれが分かればその計り事さえ打てばいいわけですよねっ そそこに対して対処すればよくて相手をボコボコにするのは意味が全く違いますよね。何か意地悪してくるやつがある「おい中田!」とか石投げてくる、ね、消しゴムのカス投げてくる分かんない <laughs> 投げてくるだけですけども投げてくる、ね、<laughs> 何なんだこの野郎ボーン行くよりも相手が何をしたいのかなあっそうかこのこと喋りたいんだそうなった時ですよ誰々君さ好きな子いるのねえー、知らねえよみたいなね 僕はね、別に彼女がいるんだと、ね、あっあの子と付き合ってるわけじゃないんだとその上で「何々君何々ちゃんって可愛くないかい?」「可愛いよ」「今度紹介してあげようか」「一気に味方になるわけですよ」そういう方がこの野郎消しゴミ投げやかっよボーンよりは全然いいでしょそういうふうにまずはかりごと相手が何を考えてるのかを見つけてそれに対処するその次は交わりを断つっていうんですよ。ね向こうと の考えが分かったと。その上でどうやら戦いにな,らなる、ね、そうなった時ですよ例えばだから僕もこの子が好きであいつもこの子が好きこうなったらはかりごとを断つことはなかなか難しいそうなった時ですね分かったと交わりを断つって言うんですねあいつの味方をなくしていくんですよ、ね、あいつどうも性格が悪いらしいとかね <laughs> あいつにこんなことをされたとかねそうやってですねなんとなくそいつの味方がどんどんいなくなるように仕向けてった後だったらでこっちの味方を増やしておくわけですねこっちの交わりは保ちつつですねみんなで「じゃあキャンプに行こう」なんていうわけですね、えー、みんなあの、男女44で「キャンプに行こう」なんつってねじゃあ誰誘うなんてねあ,あらかじめ聞いてね誰がいいかなみたいなあの、調和ができるやつがいいよねみたいなこと言ってねいや、何々君、最近評判悪いから外そうみたいなね そしたらもうお手のもんじゃないですかねこっちのもんでしょ交わりを断つんだとその次は兵を撃つんだとこの野郎とするしかない最悪なのは城に攻めに行くことだって言うんですよねつまり向こうに有利な陣形を取られてる上で喧嘩をするというのが一番悪いるよねこれなんですよだからまずは自分が何をすべきかこういう戦い 頭良くなないいめっちゃ面白いですよねなんか具体的ななんんですよすよごいなんかこうね端的に言ってるんですけど具体的その上で敵を操るね虚実ね弱いところと強いところという意味らしいんですね「兵の形は水にかたどる」「兵は水です」っ、ね、てどういう意味でしょう?ね」ねこれなんですけどもまあ人は水のようにね低気に流れるとかって水でそういうふうに使われる時もありますけどこの時の水っていうのはですね 変化するっていうことらしいんですよ。ワンパターンで攻めてはいけない。ね、水のように変化しなさいよと。いろんな手を使いなさいよと。その上で実を避けて強を打て。水のようにですね、スーっと低いところに流れる。今度低いところに流れるっていうのはねだらしなくなるという意味じゃないらしいんですよ。要するに行けるところを攻める。ね、塞がれてるところを何度も何度も攻める水ってないでしょ。ね、だいたい行けるところに流れていくでしょ。行けるところ行け。 つまり弱点をつけって言ってて言んの。ねだから向こうのさ恋のライバルがいてそいつがさサッカー部だったとしてサッカー部のレギュラーだったとして「サッカーで勝負だ!」って言わないよね恥かくしかないもんだってこっちは帰宅部なんだからねっそういう時にどうしようかな違うとこで勝負するわけですよ彼はサッカーで忙しくて勉強があんまできてないんだったらそこで勝負するとかねだからその漢文をすごい得意な時にね、あのー そのね、漢文の授業の時にこうねいいところを見せて「なんとか君はできますか?」とか言ってみたりしてね「<laughs> えなんだね弱いところをつくんだと」と弱点をつけようといろんな戦略で弱点をついていくんだだから水のようににととねね自由に弱いいいころをついていく、ね、だからこの作戦というのはですね必ずしも力が強いとか才能があるとかっていう人だけのためじゃないんですよ。 いいかか。にして戦略でで勝つこここがね、ね。面白いところなんですよ、ね、相手のことはむちゃくちゃ調べるけど自分のことは絶対に知らせないいざやるとだったら一瞬だぜそれまでは蓄えろ相手が強いうちは黙っとけすごい学んだ俺何か何かしらを言わないけど俺何かすごい学んだああなるほどな今じゃないんだったらまだひっそりしてよそう思ってます私。